はい、1114回始めます。長野朝日放送からですね。これは本当詐欺ですね。いや、長野市の50代女性が被害に遭ったと。指定された口座になんと80回お金振り込むと、合計5680万円騙し取られるっていうね。いや、この振り込め詐欺ね、まあたくさんありますけども、5680万円とはこれちょっと金額大きいですね。長野市の50代の女性が5680万円を騙し取られる詐欺被害に遭いましたと、今年県内で、長野県か、県内で最も高い被害額ですということで。いやー、5680万円は大きいよこれね。80回もなんで振り込むのってね、まあ周りから見ればそう思うんでしょうけど、これもやっぱりね、この50代の女性孤立してたんだと思いますよ。周りに子供がいなかったのか、旦那がいなかったのか、兄弟に相談できなかったのかね、ほんと孤立しちゃうとこうなっちゃう、一人で抱え込んじゃうっていうのあるでしょ。もしかしたらこの人結婚してたのかもわかんない、配偶者に言えなかったのかもわかんないね、旦那さんとか子供さんとかにね、兄弟とかにね、いるんだけど、身内はいるんだけども、その人間関係が崩壊してとかね、信頼お互いにできるような関係じゃなかったみたいなのがあるんだと思う。いや、ほんと孤独はいいんだけどね、孤立は良くないっていうことですよ。何度も言いますけど、警察によりますと、3月上旬長野市内に住む50代の女性の携帯電話にインターネット関連団体職員を名乗る男から電話がありましたと。有料サイトに登録されていて、利用料金が未払いになっていると。まあ、そこから始まって、救済制度を使えば 95% は戻ってくるとかね。まず10万円振り込んだと。まずは10万円から始まってですよ。さらに同じ団体の職員や警察官を名乗る男から、あなたの携帯からウイルスが不特定多数にばらまかれていると、示談のためお金が必要だなどと言われ、指定された口座になんと80回にわたって合計5670万円を振り込ませたと。その後男と連絡が取れなくなって、被害に気づいたと、いやー、80回ね、はたから見れば、ね、突っ込みたくなるんだけど、被害受けた方にね、悪いこと言いたくないけどもね、まあどうなのって思うような感じはあるんだけどもね、これ本当に孤立してるとね、一人で抱え込んで相談できなくてって言ったら、1回目、2回目、3回目、5回目、10回目ってなっちゃうんだろうね。しかし5600ってよくあったね、そんなにねお金がまあこれが全財産じゃなければいいんだけどね、はい、もうすっからかんになったらちょっとね、かわいそうっていうか、これ大きいんでね、まあまあ、なんとかなります、生きていれば。女性の方ね、50代の長野の方、まあなかったものと思えばね、いいですよ、としか言えない。あとは本当にまずは相談すること、何でもそうですけど、身近なところね、身内、友達いなかったら警察とか消費者センターとか、今スマホでググれば何でも出てきますから、相談することです。はい、孤立しないことです。1114回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。